日の相談です。女性が喜んでくれる褒め方がわかりません。緊張して余計なことを言ってしまい地雷を踏みます。いつもご視聴いただきありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。ということで今回は女性が喜んでくれる褒め方がわかんないですね。緊張しちゃうとね、綺麗とかあとはまあ可愛いとかね、そういうオーソドックスな褒め方しか出てこなくなるっていう方いらっしゃって、まあ、当然ね緊張してるのでそうなってしまうのはね仕方がないと思うんですよね。もちろんね相手のことを褒めたいっていうその思いがやっぱり一番大事なので、可愛いだけでも喜んでもらえるんですよ。綺麗だけでも喜んでもらえるんだけど、でもそれだけだと他の男性よりもリードするっていうのは正直難しいかなと思います。だってそれってやっぱりみんなが思いつくことだし、みんなが言うことだから、だからプラスアルファであったりとかもう一歩踏み込んだ褒め方っていうことを知っておくって大事なんですね。そういう自分の中のボキャブラリーを増やすっていうのはねかなり大事なことかなと思うし、あと緊張する場面っていうのが続くとだんだんその自分自身が緊張するっていうことに慣れていって、で余裕も出てきて、でいろんな言葉を言えるようになってくるので、でね緊張ってずっと同じ緊張じゃないんですよね。緊張する場面っていうのが続くとやっぱり人ってそれに慣れてくるので、そうなると緊張してる中で自分の中に湧いてきた言葉っていうのが綺麗とか可愛いとか以外っていう風になってくるので、まあぜひね、まあ、なかなか難しいと思うんですけど、その緊張を楽しみつつ女性が喜ぶ言葉っていうのをたくさんストックしていきましょう。ということで今日の目次はこんな感じです。女性が褒められたいポイントと、あと女性が喜ぶさりげない胸キュンフレーズです。では早速やっていきましょう。ということで女性はここが褒められたい。一つ目、持ち物です。持ち物ってね、特に高物のものを買うとかね、自分がちょっと背伸びして手に入れたものとか褒められたいんですよ。これってまあ誰でもそうだと思うんですけど、自分がいいって思ってるものをそれいいねって言ってもらうのってめちゃくちゃ嬉しいので、気づいたら言葉にして褒める方がいいです。結構ね、気づいてたんだけどっておっしゃる男性いらっしゃるんですけど、気づいてるならやっぱり言葉にしてあげた方がいいですね。それは間違っててもよくって、例えばなんか髪型変えた可愛いねって言ったとするじゃないですか。いや2ヶ月ぐらい切ってへんけどって言われたとします。でその時に言わんかったらよかったではなくって、まず自分が人のことを褒めれたっていう自分自身のね頑張りを評価する、自分に対してね評価する、でプラスしてなぜその人が変化したと感じたのかという部分を掘り下げていくと、もっともっとね人のことをよく見れると思うし、あ髪型変えてないんだ、じゃあちょっと痩せたんかな、なんかまあもともと綺麗なんだけどもっと綺麗に見えるというふうに言えたりとかするかなと思います。そして二つ目が努力です。自分が頑張ってるとこ褒められたら嬉しいですよね。だからその子がね結果が出てるとか出てないとかっていう部分もまあもちろん大事なんだけれど、でも結果を出すために頑張っているっていうところをねやっぱり評価してあげるのがいいかなと思います。だってね結果出るか出ないかって他の人からも評価されるんですよね。でもその子が結果を出すために頑張っているっていうところはなかなか認めてもらえないんです。だからその子がね努力しているっていうところを自分は理解していて応援もしていて、で評価しているっていうところを伝えることができると、あこの人私のこと見てくれてるなにつながっていきます。そして3つ目、雰囲気です。人と関わりがある時ってこの人を、まあ、不快な気持ちにさせないようにしようとか、あとはまあ自然と気を使うとかね、人に対して様々な感情を抱いてると思うんですよね。でもそこって人からあんまり言われないですね。例えば話をしてるとすごく癒されるなっていうタイプの女性がいたとします。その子はもしかしたらね人の癒しになるような会話をしようとか雰囲気を出そうって努力してるかもしれないですよね。だから癒し系だよねっていう褒め方もはもちろんいいんだけれど、でももう一歩踏み込んでその子が、まあ、ただ単にこう持っている力として癒しがあるわけではなくって、癒しというものを頑張って手に入れたという過程で話をすると褒め方って変わってきますよね。なので例えばそういう話し方をしてくれて、でこっちも本音が言いやすくなるとか、まあ、そうやって飾らない姿を見せてくれるからこっちも安心できるんだよねというふうにですね、癒し系というくくりで褒めるというよりはもう一歩掘り下げて、その能力をその子が努力して手に入れたと仮定して話をすると他の人と違った褒め方ができるかなと思います。では次、女性が喜ぶ胸キュンフレーズもご紹介していきます。まず1つ目、今日も可愛いねです。
今日も可愛いねってずーっと可愛いと思ってて、で今日も可愛いねじゃないですか。今日可愛いねって言われるよりも、前からずーっと可愛いと思ってたんだけどっていうニュアンス入れた方が絶対喜ぶんですよ。なので今日も可愛いねという言い方は喜ばれるかなと思います。そして二つ目、まるまるさんは何々だからまるまるです。人ってね、理由言われた方が嬉しいんですよ。だから一緒にいて楽しいとか、一緒にいて癒されるとか、安心できるとかっていう、まあそのフレーズだけでもいいんだけれど、何々だから〇〇、いつも元気で明るいからこっちも楽しい気分になるというふうに、なぜそう思うのかというふうに伝えてあげた方が、自分だけに言ってくれてるって思うんですよね。まあ、さっきの可愛いもそうなんですけど、どうせ誰にでも言ってるんやろってやっぱり思ってます。だからその時にね、何々だから〇〇っていう言い方をしてあげると、あ、この人はちゃんと自分のことを見て、そして評価してくれて、その上で言葉をかけてくれてるんだなというふうにね、素敵な人だなという印象になります。そして3つ目、頑張ってるの知ってるよです。誰かに優しくされたいとか、自分の頑張り認めてほしいとか、やっぱり思ってるんですよ。気づいてほしいって思ってるんですよね。だから自分は気づいているよっていう言い方をしてあげると喜びます。で、自分も言われたいしね。なのでね、もちろん人のことをねぎらうときにね、頑張ってるって言葉を使ってらっしゃる方多いかなって思うし、気をつけてるっていう方ね、いらっしゃると思うんですね。それはね、そのまま続けていただきたいんですけど、頑張っているということを知っているよって言われたいんですよ。今頑張ってるよねとか、頑張ってとかじゃなくって、もうそもそも頑張ってるよねっていう風に言われると、あ、この人分かってるわって思いません？だから頑張ってるの知ってるよっていう言い方はいいですね。あと女性に対してね、共感した方がいいよっていう話をまあさせてもらってるんですけど、辛いよねとか、あと大変だよねっていうのって共感の言葉じゃないですか。それはそれで悪くないんだけれど、辛いの分かってる、その上で頑張ってるっていうことを知ってるよっていう風に言うと、相手はですね、共感プラス自分のことをしっかりと認めて褒めてくれてるっていう印象になるので、共感っていうのはもちろんいいんだけれど、プラスして褒め言葉とセットにするっていう意識で相手に声をかけると最高かなと思います。そして4つ目、尊敬するです。人ってね、人が思ってるよりみんな頑張ってるんですよ。頑張ってへんなこいつとか、もっとやれよって思う人でも、その人なりに努力してるんですね。だからね、自分基準で見るのではなくって、全員努力しているっていう基準で見ると、やっぱりこうコミュニケーションって変わってくるかなと思います。この人嫌だなって思う人とかいるじゃないですか。そういう人に対して、その人のいいところはどこだろうとか、尊敬できるポイントはどこだろうっていう視点でね、見ると、やっぱりね、その人にかける言葉っていうものがどんどんポジティブなものになっていきます。なので特にね、男性でね、女性に対して尊敬するっていう言葉をちょっとこう言うの嫌だなっていう方いらっしゃって、もちろんその尊敬できない人に対して無理して言う必要はないんだけれど、でも女性だって尊敬されたいんですよね。頑張ってるっていうところを認めてほしいし、かっこいいねって言われたいし、すごいって言われたいんですよ。だからそれをね、自分基準で見ると頑張ってへんなって思う人でも、その人基準で見たらめっちゃ頑張ってるかもしれへんっていう視点で、やっぱ尊敬できるところを探す、そしてそれを言葉にして伝えるっていうのがいいかなと思います。ということでまとめです。今回は女性はまずここが褒められたいっていう話をしました。1つ目が持ち物ですね。そして2つ目努力で、3つ目雰囲気です。で、次に女性が喜ぶさりげない胸キュンフレーズですね。1つ目、今日も可愛いね。そして2つ目が〇〇さんは〇〇だから何々ですね。一緒にいて楽しいとか癒されるとか。そして3つ目が頑張ってるの知ってるよ。で、4つ目が尊敬するでした。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？今回はね、こう、褒め言葉っていうのをご紹介したんですけど、これね、日常的に言えるようにならないと、いざという時言えないんですよ。だからね、好きな人とか気に入られたい人だけで結果を出すっていうのは難しいので、だからこう普段会う人、カフェの店員さんでもいいし、ご家族でもいいし、まあ、飼ってるペットでもいいんだけれど、常に褒めるっていうことを心がけて生活していくと、本番でね、失敗しない自分になれるかなというふうに思います。まあ、よかったらね、とにかく人を褒める習慣を持つっていうのがおすすめかなって思います。ということで、最後まで
までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。